どうもこんにちは、ジョニーです。前回の動画でですね、RY 製のレイザー、ヘッドレスギターをですね、ハードケースに入れたいっていうことでね、紹介したと思うんですけれども、やっとね、ケースが完成しました。発泡スチロールを切るのはね、結構楽だったんですが、布を貼るのがね、結構手こずって、3時間ぐらいかかったかな。結構大変でした。それではね、結果を見せます。どうでしょうか。ものの見事にぴったり、収まってます。これで、安全に持ち運ぶことができます。そこもね、少し、タイルカーペットをね、1枚ボディのね、このお尻に当たるようにして、強度をつけてます。これでね、ライブとかにも持ち運びできるんで、これから気兼ねなくね、持ち運んでね、使用したいと思います。今日は以上です。皆さんね、チャンネル登録の方も、よろしくお願いします。それじゃまたね、次回の動画楽しみにしてください。バイバイ。